皆さんこんにちは、谷正樹です。今回はですね、バンカーの打ち方で、バンカーの基本編というのはまあ前にやったと思うんですけれど、今回はちょっと応用編で、バンカーでも、3種類の目玉、この目玉の打ち方というのを、ご説明していきたいと思います。でまず、一つ目はですね、まあ、3分の1ぐらい、埋まった感じですね。ちょっとギューッと押します。ボールの3分の1ぐらいが埋まったような状態の時、まあ、こんなのも結構よくありますよね。でこの状態の時は、まあ、通常ねバンカーショットっていうのはスクエアな状態からクラブフェースの向きというのをだいたいこうね45度ぐらいをこう開くわけですよね。でこの3分の1ぐらいの時も同じように45度ぐらい開いて打つことは可能です。で、その時に、距離的に行くと通常のバンカーショットよりも砂を取る量がやっぱり増えてきますんで、飛距離的には、キャリーはまず出なくなります。でキャリーが出なくなるんですが、普通のバンカーショットよりも砂の量は多いんでランは意外と出ていきます。でランの比率でいくと、例えば10ヤードぐらい打っていた時は、まあ、大体10ヤードちょっとぐらい、これはもうグリーンの硬さや、まあ、あれにもよって変わってきますけど、大体そのぐらいは、まあ、転がっていってくれます。どちらかというと、そのグリーンの状況にもよって変わっていきますけれど、砂の抵抗が多い分だけ、強い分だけ、どちらかというと結構振っていくような感じは出てきます。で、バンカーショットの打ち方的にはもう本当に、通常の感じと変わりません。であんまりこう長く持ちすぎると結構抵抗があるんで、僕はこういう時比較的ちょっとこう短く持つようにしています。まあ、グリップの大体真ん中ぐらいをこう持つようなイメージですね。で、そして、通常のバンカーショットと同じようにスタンスの幅も、まあ、大体フェアウェイウッドぐらいの雰囲気でスタンスの幅を広げていただいて、でボールの位置も、当然真ん中よりも左側、ボール1個から1個半ぐらい左側に置くようなイメージで、ダフらせられる体勢を作っておく。でさらにダフれるように、ちょっと重心もかなり、下げられるように後ろに少し離れます。離れた状態にすることによって結構ハンドダウンになるんでダフりやすくなってくると。であとは、まあ、通常のバンカーショットのさらに、1.25 倍から、まあ、1.5 倍近くぐらいまでピシッとしっかりと振ってくると。でそうすると、まあ、そこそこ、これだったら高さがフェースを開いた分だけ高さが出て、まあ、ランも出てしまいますけれど、目玉をクリアできるかなというふうに思います。じゃあ実際打ってみましょう。という感じで、試してみてください。